はい、どうも、ふめだおです。今回ですけども、アサシンガチャ情報が解禁するので、すると思いますので、いつも通りガチャ予想やっていきたいと思います。まあ、皆さんのね、予想もぜひコメントで教えてください。で、今現在ですけれども、マレウスセレボが来てるということで、まあ、今月はね、まあ、イベントも新ツムもセレボも含めですね、ツイステ月間というところになっております。なので、まあ、今後もですね、ツイステ関連が続々と来るとは思うんですけども、じゃあ次のガチャどうなるのかっていうところをやっていきたいなと思います。で、これですね、今現在のこのスケジュール、基本的には去年のものと全く同じものですね。コピペしたものです。基本的にはちょっとイベントの開催日とか、セレボの開催期間だけいじっただけなんで、はい、他はね全部同じです。はい。で、去年はね、異例の第4弾セレボまで開催されてるんですけども、まあ、その異例がですね、今年も来そうだということで、ちょっと再生リストで見ていただきたいと思っております。ディズニーつむつむチャンネルの、まあ、再生リストですね。で、新つむは第1弾新つむのやつが1本収まってますよと。で、ピックアップガチャは1本ありますよというところですね。で、これが1本なんで、今月一本説、そんなことある？ないか。まあ、毎月2本出てるんで、多分途中どっかで追加されると思います。で、セレクトボックスが、残り3本ですね。まあ、先月から2本残ってたんっていうのもあるんですけど、まあ、あの2本がどうなったのかと。今月に来るとは思うんだけど、はい、残り3本ということで、まあ、これの情報を見ると、まあ、今月、まあ、4本来る可能性はまあゼロじゃないかなと思っております。ということで、まあちょっと何が来るのかっていうところを考察するんですけれども、去年通りであればピックアップガチャですね。はい。ただ基本的にはこの新ツムセレボカピック、その後に基本的には第2弾新ツムなので、まあ新ツムかなとは思ってるんだけど、はい。で、新ツムだった場合はですね、おそらく17時に情報が解禁されると思います。で、一応去年が、じゃあどんなスケジュールだったのか、スケジュールとか、まあ、感じのガチャだったのかっていうのを見ていくと、まあ、第1弾セレボが、多分このマレウスセレボですね。はい。で、その後第1弾ピックアップガチャが来ましたよということで、この、スプリングミス・バーニーとか、この辺ですね。ウサギ系が来ましたよというところですね。で、ラストショースキッチ系ですよと。その後にセレボがもう一回来まして、それがリドルとか復活しましたよと。その後に第2弾新ツムということで、かなり遅かったんですよね。はい。で、新ツムはこの、6体でおりまして、その後第3弾新ツムが、あ、第3弾セレボだ。がまた来ました。これがクイーンというところになってます。で、その後6種新ツム確率アップ、第2弾、ピックアップガチャ、第2弾ピックアップガチャの情報を載せてなかったっすね。はい。っていう形で、で、第4弾は、ツイッターのですね、アンケートセレブということで、この時ね、ペアツムのアンケートを取ってあって、ジョアンと鏡とか、アリエル・フランダーとかだったと思うんですけど、その中で、まあ、一番強かったジョアンと鏡が選定されたと。いうことで、まあ、このね、セレボが来ております。こんな流れなんですけども、まあ、去年のここ以外は基本的にはね、ほら、この第2弾新ツムがセレボの後に行けますよと。で、その翌月も、そうですね、9700万ダウンロード記念の後に来てますよと。で、その後、あ、7月はちょっと異例だったんですね。7月も、ピックセレボで来てるんか。ここと、4月ぐらいじゃないかな。ここは、はい。セレボの後、新ツム来てます。セレボ新ツム。これもセレボ新ツム。はい。っていう感じでね。基本的にはセレボ来て新ツムみたいな流れなので、っていうところで、まあ、新ツムになるのかなと思うんですけど、
まあ、新ツムもね、第2弾新ツムは、まあ、追試戦になると思います。でね、多分イベント今開催中なんですけど、開催されてる中に出てくるキャラクターとかが、まあ多分ツムになってくるのかなと思ってます。あと DM でもね、実はいただいてて、まあほぼ確でこれなんじゃないかなっていうのがあったんですけど、まあ、一応伏せとこうかな。あの、アプリの、あの、アップルストアっていうか、アプリストアか。で、まあ、広告としてね、ツムツムが出たりするんですけど、そのね、ツムツムのところにですね、まあ、画像が、まあ、たまに出てくるじゃないですか。その画像がですね、この第一弾新ツム以外の推薦のツムが選定されたんですよ、2体。それがおそらくですね、はい、新ツムになると思われます。はい。なので、まあ、もし次、新ツムじゃなくて、この新ツムじゃなくて、もし、じゃあ、例えば、10日前に新ツムだった場合は、じゃあ、そこの情報をお見せしようかな、と思います。まあ、自分ちょっとね、見れてなかったんだけど、もし、その、そこが来たら、またスクショして撮っておこうかなと思います。ということで、まあ、日曜日にですね、新ツムが来ればですね、新ツム確認会ライブもできますので、まあ、個人的な、そっちの方が嬉しいので、ぜひとも新ツムでよろしくお願いします。個人的な都合ではございますが、運営さんよろしくお願いいたします。というところですね。はい。ということで、以上かなと思います。ピックアップだったら、でも、そう、ウサギのね、ツムは、今月復活すると思いますっていうのも、あの、まあ、皆さん見てると思うけど、広場の情報を見ましたよね。画面切り替えますか。広場の情報。ここで、まあ、4月10日からですよね。ここにイースターのツムが、いるのと、はい。がいるので、もうほぼほぼイースターのツムが復活すると思うんだけど、これがね、ピックアップガチャに来ると思います。はい。まあ、イースターツムはね、まあ正直弱いので、はい、まあピックアップでいいかなと思いますけど、まあスキチ系、ラストショースキチ系のイースターだったら、まあ、まあまあ、いいんじゃないかなと思いますので、はい、っていう感じになりそうかなと思います。まあ今わかる情報の中での、まあ、考察になりましたけども、いかがだったでしょうか。また明日ですね、情報が解禁され次第、展開していきますので、皆さんぜひチャンネル登録して、次の動画をですね、チェックしてください。それでは、ありがとうございました。バイ。